西庵のボンボンチャンネル。だからまあそこのオンラインっていうか、ウェブでオンラインの中でライブ配信していって、うん、いろんなところそのファンを一緒にファンを作ったりとか、うん、コミュニティができていったりとか、うん、歌うそこでまたその楽しさっていうのを維持しながらもうしっかり頑張っていくしかないなと思ってます。でもまあこうやってしんどいしんどいとか言いながら、そもそもこういうタイミングで、ちょうど本当にお声掛けいただいたのが3月末だったんですよ。こういうことやってみないっていう。コロナがどうこうってなる、2週間前とか3月中旬だ。3月中旬ぐらいで、コロナがどうこうってなる前にお声掛けいただいて始めるのを4月頭にしてみようっていう、なんかすごくいろんな本当に出会いとタイミングが重なってそれを始めることができて、っていうところなんで、しんどい、お金的にはなんかいろいろしんどいけれども、当時のそのやべえお金ないからどうしようっていう感じではなくて、もう逆に歌歌ってて、もう歌わせてもらっててみんなとできてるんだから、ここで どれだけ一生懸命みんなで一緒にね、楽しめる時間を、共有できるかなっていうのを楽しみながらやってる感じですね。なんかその、今、まあ俺ら、まあ俺とかゴンゾーとか、ゴンゾーも俺何年したかな、5個ぐらいしたのかな。なんかそれぐらいなんだけど、あの一回さ、やべえお金ない暮らせないかもっていうのを経験してるんだよ。で、ゴンゾーに同じ話をした時に ちゃんとインタビューあれ見てよ、ゴンゾーの同じ話を聞いた時に一番辛かったこと何って、あいつあれだからね、ライフラインを止められた時だからね。で、水は最後に止められるんですよとかって言って話とかしてて、で俺もさ、プロ終わった後にさ、一回本当に収入限りなくゼロに近づい、まあゼロなんで基本的には、でもゼロだから生み出さなきゃいけないな、で教えるチャンスをもらったから、じゃあその教えるので2万円もらえますってなった時に、2万円もらうのに結局移動だったり準備だったりなんか人にこう色あったりご飯食べたりとかなんかで4万円ぐらい使ってるさ。でそしたらマイナスじゃん、本当普通に考えたら。でもそのマイナスとかを乗り越えてきた、ゼロを乗り越えてきた人間って、今コロナになって、いや全然その時より、一回経験してる時よりなんか、まあしかもみんな食らってんじゃんぐらいの感じなの。当時は自分だけマイナスじゃんとか、自分だけやばいじゃんみたいな、そんな感じのが、めっちゃわかる。だからさ、なんかその、そういう姿勢で生きてると、いろんな話が入ってくるし、もうでもね、あの、うわ、すごいなって、その、まあ、26の時は俺も全然分かってないから、そんなこと。はぁ、俺のために働けよぐらいの感じだったから、みんな。いや、ほんとなんか、もう巡り合わせが、いろんなことが良かっただけで、うん、そこになんか、そうやっていろんな方が僕のことを覚えてくれてて、うん、何か名前が出るって言って、で、出てそのタイミングで僕がたまたま動けたっていう、歯車がちゃんと合ってただけだと思うので、本当、なんだろうな。まあ本当に自分の実力以上のことが日々起こってるなっていうのは正直思ってはいるの、思いながら毎日やってるんで。いやいや、実力だよ。いや、もうそれが実力に、こう、溺れてしまう、おごってしまうか、じゃないっていうのが、やっぱそこに自分が謙虚さを持ってやってるっていうのが、もう藤正君の魅力で、それが魅力がさらにつながって。やっぱりね、なんか、まあ、ここ、3人ぐらいインタビューしてて、まあ、共通してるなって思うのは、そういう、なんか、どん底を知ったりしたものから、今の、じゃあ、本当にコロナの状況って、世界的にどん底だけど、でも、ここの中で生き残っていくなっていう人たちとかと結構話をしてるんだけどさ、やっぱりそれって、そことか、なんかそういうのを経験した人の方が、なんか、なんていうかな、ちゃんと、考えて、ちゃんと捉えて、ちゃんとやってるなって思うね。いや、素晴らしいよね。で、まあ、じゃあ、目標、こう、まあ、コロナが終わって、まあ、普通に活動できるってなってった時に、歌手として、まあ、藤正として、藤正くんとしての、こう、まあ、例えば、25までに音楽で食べれるようにする、いうふうにちょっと目標を決めてやってたと思うんですけど、今後の目標みたいなのだ。目標か、そうですね、シングスでしっかりお客さんを入れてツアーすることですね、まずね。
今結局、その、うん、僕がオリジナル曲を披露する場所っていうのは、うん、シングスっていう場所が一番なんですよ。うん、好きなメンバーと曲を作って、うん、みんなでその書き溜めてる曲を世の中に聴いてもらいたくって、うん、てかもう、とにかく、めっちゃいいのできてからちょっと見てよぐらいの感じなので、うん、ちょっといいカードゲットしたから見てよぐらいのテンションなんですよ、本当に毎日。うん、それを、どれだけこう、まあ、今たまたまポコちゃんとかやってて、僕が知らない、僕のことを知らなかった人たちがどんどん僕のことを知ってくれてって、うん、きっと、配信だけでなくて生で見たいっていう、生ライブを見たいと思ってくれてるはずだし、僕は見せたいと思ってる、見てほしいと思ってるし、一緒に共有したいと思ってるから、うん、そこで全国回れるぐらいにしたいから、うん、その気持ちをシェアしたいから。うん、まずはそこですね、短期的な目標でいくと、うん、全国でシングスでツアーができるぐらいにコロナが戻ったらしていきたい、うん、いやー、いいね、全国ツアーシングス、そうシングスあれだもんね、 YouTube のチャンネルもあるからね、あります、これボンボンチャンネルでちゃんと、そう言っとくと登録してるんで、とベイアンが編集でこうやってシングスってちゃんと入れてくれるから、シングス、まあ、まだまだチャンネル登録数も少ないですけれども、うん、一応シングスチャンネルっていうのもあって、うん、それで一応も更新はしてたりとかはします、うん、基本的に今は、まあ、オリジナル曲っていうのはそんなに公表はしてないですけど、うん、カバー曲とかを自分たちでアレンジして出してるチャンネルがあるんで、うん、そっちのをご覧いただいたりとか、うん、カバーとかちょっとリクエストしたら歌ってもらえるのかな、あもちろんもちろん、あ俺ねちょっと最近自分で練習してるんだけどさ、はい連載ってなんか暇すぎて家で、はいはい、はい、暇じゃん、暇でしょ暇だからポカちゃんやってたもんね、だからね暇すぎてさ、いやそう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 、だから英語を久々にちょっと勉強しようと思って、うんうん、まあ普通にさ会話とかできるけどさ英語勉強しようって思って、でなんかただ勉強するのも嫌だしさ、で一曲曲を決めて一週間こうちょっとなんかその全部、まあ今さネット見ればさいくらでも歌詞なんか載ってるじゃん、で、はい、全部書き出して、でホワイトボードがこうちょっとあるんだけどそこに全部書き出して、でそれをずっとまずこう喋れるようにして、で歌ってる時に歌えるようにして、まあ意味は読めばわかるから、まあ、こういう風にしてって言って、でエド・シーランのシンキング・アウト・ラウドっていう曲を今歌ってるからそれを歌ってほしいな、わかりました、じゃあそれカバーしましょうああ、いやでもいいねそのツアーね、なんか別にメジャーになって何百万枚売れるとかね、ミリオンセラーになるとかそういうだけじゃなくて、本当にもっとアナログで1対1の、まあそれこそ自分が辛い時を支えてくれたファンだったりなんだりとかと会ってね、ツアーをする、まあ恩返しとか感謝とか俺そういう言葉あんまり好きじゃないけどさ、でそうじゃなくてさっき言ったみたいなそういう思いをシェアしたいみたいな、同じ場所にいて結局は人間オンラインでなんじゃかんじゃってやっててもさ、最終的にはさなんか会って話して、でその空気感もあるし声色みたいなのもあるし、それを感じてシェアできるって多分一番いいと思うから、いやすごいね、26歳でそんなこと一切思ったことなかったもんね。いやいや